はい、です。今回ですけども、今回のね、18時の1本目の動画は、今から、21時のね、その2本目に上がる、メイン動画ですね。僕のチャンネルのメイン動画、まあ僕ね、毎日2本投稿してるんですけども、まあそれはね、ちょっと後でね、詳細ね、説明するんですけども、まあね、2本目のね、21時の動画をね、今から撮影しようと思ってて、その前に、ちょっとね、着替えていこうじゃないかということで、ちょっとね、新しい感じの、コーデ紹介っていうね、パターンでやっていこうかなと思ってて、そう、なんかちょっとね、みんなと、その、喋りながらというか、まあ、僕は一方的に喋るだけなんですけど、まあ、喋りながらあのその日の21時 の, あの2本目の動画を撮る前に、着替えていく様子をお届けしたいなって思ってて、これね、まあ、新しいんですけど、まあ、ちょっとね、その大体さ、僕さ、オープニングとかその撮る時って結構その寝起きとかさ、まあ、その何も準備しないでとかが多いんですけども、まあ、ちょっとね、たまにはさ、あのこういう風にかっちり、しっかりね、その着替えてオープニング撮るっていうのもね、まあいいんじゃないかと、うん、絵が変わってね、いいんじゃないかなと思うんで、まあ、そのね、前座ということで、その着替えてる様子、まあ、今日のコーデを決めて、まあ、そのもう決めてるんですけど、ぶっちゃけ、だからその決めてる様子じゃなくて、着替えてる様子を、まあ、ちょっとね、ラフに、サブチャンネルみたいな感じでお届けしたいなって思うんでね、ぜひ最後までご視聴お願いします。はい、そしてね、まあそのさっきね、その1日2本投稿してますとか言ったんですけども、まあそのね、詳細について今からね、ちょっとまあいつも言ってるんですけども、説明しますと、まあ僕のチャンネルはね、毎日2本投稿してまして、18時に1本目の動画、21時に2本目の動画を上げていまして、で、その僕のチャンネルはね、他の YouTuber とちょっと違くて、メインチャンネルとサブチャンネルで分けてるんじゃなくて、メインチャンネルに上がるような動画とサブチャンネルに上がるような動画、どっちともこの1本のチャンネルで上げていて、それが18時の1本の動画がサブチャンネルに上がるような動画、で、21時に上がる動画がこのチャンネルのメイン動画になるんで、この動画はね、18時に上がってるということで、サブチャンネルに上がるような動画になっていて、でね、今日もね、21時に、このチャンネルのメイン動画ですね、そのメインチャンネルに上がるような動画を、21時にね、毎日上げてるんで、今日もね、2本目21時に上がるんで、ぜひね、そちらもね、まあ、この動画をきっかけにね、僕のことしてくれた方もいると思うんで、まあ、ぜひぜひそちらもね、ご視聴お願いします。まあ、そしてね、チャンネル登録もね、ぜひしてくれたらなって思います。まあね、この、1本目の18時の1本の動画は、まあ結構ラフに、撮ってて、21時の動画は、まあその企画っていうか、まあその、いろんなことしてますよということで、まあこのね、1本目の動画もいろんなことしてます。いろんなことしてるんですけども、まあ、ちょっとね、その、ラフに、まあ、やってるということで、で、21時はね、その、しっかり、まあ編集とかも、加えてるっていう感じで、まあちょっとね、まあ分けたりしてるんですけども、まあちょっとね、18時の1本目の動画はサブチャンネルみたいな感じで、ゆるくね、ラフにやっていこうよということで、まあね、そのさっき言った通り、21時のね、これからメイン動画を撮る前に、ちょっとね、着替えていこうじゃないかということで、じゃあちょっとね、その時のコーデ紹介みたいな感じでやっていきたいと思うんでね、でちょっと今からね、着替えていきましょう。はい、レッツゴー。はい、というね、着替えていこう。うん、ちょっとね、なんかね、最近ね、これ好評なんだよね。このなんか無地のスウェット、似合ってるっていう風に言われて、こういうの似合ってんだと思って、まあ、ちょっとなんていうの、このベージュ系の色、これエッセンシャルズですね。はい、後ろ見たらね、こうやってわかるんだけど、後ろにね、そのロゴというか、そうやってエッセンシャルズって書いてあるだけで、これはね、前は何もないんですけど、まあ、無地のね、たまにはいいよね。うん、無地着るときは大体僕、ノームコアかな、やるとしたら。うん、なんか最近、それやりたいなっても思ってますね。はい。まあ、で、まあ、着替えていくんですけど、まあ、ぶっちゃけもうコーデ決まってるんで、その着替えながら話していくっていう感じなんですけども、まあ、今回はね、まあ、ちょっと待ってね。ここにね、あるんですけども、着替えていくもの。こちらをね、ちょっとね、使っていこうかなと思ってます。シャツフーディーですね。で、これ久しぶりに見たでしょ。うん、まあ、アイテムの詳細とかもね、久しぶりになんか話しながら、ちょっと説明していきたいなと思うんですけども、これは、セカストのね、まあ、その、動画にしてるんですけど、まあ、結構前ですね、もう半年前ぐらいに買ったやつですね。うん、最近出てきてなかったですね。まあ、僕、こういうね、いろんなシャツフーディーみたいな、そういうのいっぱい持ってるんですけども、これはセカストで買って、ビームスのやつですね。うん。まあ、こんな感じで、濃い茶色と水色っぽい感じで、そう。ブラウン系のチェックシャツですね。うん。まあ、これはね、そう、こういう感じで。はい、まあ、こういうの僕め結構持ってるんですよね。まあその僕のことをいつも見てくれてる方は分かると思うんですけど、こういうアイテムめっちゃ好きなんですよね。はい、でこれをね、まあ、今回は使っていこうと思うんですけど、まあ、別にね、そのぶっちゃけその家でオープニング撮ってるんですけども、あの今日の21のプロの動画はそうだから、別にそのどっか行くとかではないんですけど、まあその、まあ、動画としてね、やっぱりしっかり着替えてた方が、まあ、いいっていうところもあると思うんで、でたまにね、寝起きとかそういうところも映してってもね、まあその日常感が出るっていうね、そういうところもあるんで、まあいろいろね、僕はその場面によってね考えてるんですけど、まあ、今回はちょっと着替えていこうよということでね、はい、これまあこれに合わせるのは、まあ、ぶっちゃけ下はね、僕ね着ないっす、うん、これね、肌の上からこれ着ちゃいます、うん、
なんかね、ぶっちゃけその暑いから家はね、そうだから暑いから、なんかこれもね結構分厚いんですよね、生地が。そうで、これ別にぶっちゃけその肌の上から着ても全然問題ないし、別にそのもうお風呂上がってる状態だから、その全然汚いとかは全然ないんで、ちょっとこれね、もうなんていうの、意外とね僕ね、肌にね洋服が触れるっていうのも意外と別に嫌いじゃないタイプで、なんか嫌いなタイプの人がいいじゃないですか、なんかタンクトップ着てその肌に直接当たったら嫌だみたいな。僕あんまりそういうタイプじゃなくて、そう僕は結構意外といけるタイプで、なんか嫌なやつがでも一個あって、ワイシャツは嫌だった。だから中学校とか高校とかさ、ワイシャツ着るじゃん。でほんまにね、俺ね下になんかあの T シャツとか、もう体操着のその T シャツとか、あの白 T とか着ないと、俺マジでワイシャツが肌に触れる感じだけ本当に嫌で、うん、こういうね、まあ、シャツ系とか、こういうまあなんていうの、これもシャツなんだけど、こういう生地あるじゃん、ワイシャツのあのさあるじゃん、生地独特のあの硬い生地とか、あれが嫌だ、あれが嫌なっていうだけで、こういう生地は平気、うん、みんなどう、みんな思わなかった、あのワイシャツ肌に触れんの嫌だよね、あれめっちゃ気持ち悪くない？俺ほんまにね、そのね中学校とか高校とか、そのタンクトップとか、その T シャツ中に着るその下着とか、あの肌着とかさ、忘れちゃった時とかあるんですよ。そう、朝練、部活が朝練とかあって、もう朝練の時僕ねぶっちゃけそのユニフォーム下に着てたんで、そうユニフォームで僕練習してるとかあったんで、そうだからユニフォームをその家からもう下に着て、もうその時点でワイシャツ着るみたいな。そうですぐもう朝練できるよみたいな。朝練なんてね、もう朝早いからさ、もう起きれないんですよね。だからもうすぐ出れるような感じで、であとすぐ着いたら着替えれるような感じで、もう下にユニフォーム着てるっていう。でもう授業始まる前はもう着替えじゃないですか、忘れ終わったら。その時にうわやべえ、中に着るやつ忘れたみたいな。もうその家出てる時はもう下にユニフォームだから、ユニフォームさすがにその授業中着るわけにはいかないから、うわ終わったわと思って、その時間もマジで気持ち悪すぎて、本当にもう集中できないみたいな、うん、もうちょっともうごめん、俺今気持ち悪いから話しかけないでみたいな、まあ、そこまでいかないですけど、まあ、そういうのもありましたね、うん、まあいい思いですよそういうのも。はい、じゃあちょっとねこれね使っていきたいと思うんですけど、でパンツはね、パンツもまあ別にぶっちゃけ決まってるんですけど、こちらですね、パンティーはこちらです。はい、黒のナイロンパンツを使って、コーデを組んでいきたいと思います。はい、ということで、こういうの懐かしいですよね、これめっちゃ流行ってたよねあれ、はい、こちらね、まあ、黒のパンツと、このシャツを合わせて今から着替えていこうと思うんですけども、まあ別にその着替えてるところはねちょっとね、ダメなんで映せないんで、まあ、ちょっとそこはねカットになると思うんですけど、まあ、ちょっと今から着替えていきますか。まあね、その正直家で撮ってるから、その靴はね正直ね履かないんですけども、まあでもね今回は、まあ、その特別に靴もあの選んで、ワンコーデをねそのしっかり紹介していきたいと思うんで、うん、まあその21の動画でね靴は履いてるわけではないんですけども、まあ、この動画はねせっかくなんで靴も履いていこうよということで、まあぶっちゃけ靴もね決まってるんで、それを履いていこうと思ってます。ということで、はい、じゃあ着替えていきましょうか。はい、暑いねほんまに、最近は暑いよねほんまに。マジでさ、さっき外出てみたのめっちゃ暑くてさ、今も若干汗かいてんだけど、はい、というね、こんな感じですね、うん、これね見て、そう見てこれ、そのボタンじゃなくてなんかねこれ、まあこれもボタンなんだけど、こういう系のねそう止めるやつなんだよね、珍しくない？そうで、まあこんな感じでね、うん、まあこれでいいか、まあ第一ボタンは上げて、はい、まあ、これで、で次下着替えていきます。まあ下はね映んないと思うんで、まあちょっとね話しながら行きたいと思います。はい、ちょっとねシビアなんですけど、はい、それでね脱ぎましたということで、まあねこれ履いてたんですけども、このパンツもね僕好きなんですよね、 X 柄のラインパンツね、こういうパンツマジで俺ねほんまに好き、マジで大好き。はい、というね、まあ、着替えたんですけども、まあ全体はね、まあ後で見せますよ。じゃあちょっとね、靴はねお楽しみに、はい、靴はねもうお楽しみにということで、じゃあちょっとね最後ワンコーデ、最後ね全体見せて終わろうかなと思うんで、はい、でちょっとね、コーデ紹介していきたいと思います。はい、でね、これが、今日の、コーデですということで、はい、まあ、最後軽く紹介するんですけども、まあ、こんな感じでね、靴はこの茶色のナイキのダンクです。はい、どうでしょうか。まあ本当にね軽く紹介するんで、まあ、こんな感じですよということで、一周回ります。はい、ということでね、まあ、こんな感じで、まあナイロンパンツと合わせましたね。
はい、まあいい感じのサイズ感で、まあいい感じのシルエットでね、まあ色合いもね茶色と黒で、で茶色を拾ってるっていう感じでね、まあいいんじゃないでしょうかということで、はい、じゃあこれでね、僕は今から21のね、動画をね今から撮影していこうと思うんでね、まあ今日上がってるね21の動画が、あのそのね、まあオープニングねこれで、やってると思うんですけども、はい、じゃあ早速ね、まあ今から21の動画、撮っていきたいと思うんで、じゃあね、いつもと違う感じでね、ここで終わりにしようかなって思うんでね、はい、まあね、今日もね、ジョアスネポの動画見てくれてありがとうございますということで、まあね、ジョアスネポの動画もね、まあいろんなね、あの企画やっていこうと思ってるんで、まあ皆さんのね、リクエストもね、ぜひお待ちしますということで、はい、まあ、こんな感じでね、その、なんていうの、21の、動画撮る前にちょっとその時の、 あのその前にコーデ紹介、して、まあ、コーデ決めて、まあ、そのね様子を映すみたいな感じもね、まあ、なんかあのそういう日常系もいいかなと思うんで、はい、じゃあまあそんな感じで、今回の18分の動画終わりたいと思うんでね、今日もね21の動画上がるのでぜひそれでもご視聴お願いしますということで、じゃあね今回の動画ね、終わりたいと思います。ありがとうございます。